2022年元旦ということで、改めまして今年もよろしくお願いします。大阪に来て25日が経ったのかな。もうすぐ丸々1ヶ月が経とうとしていますが、今日はお店がどこも開いてなくて、久しぶりのコンビニで買ってきたご飯を食べようと思います。いなり寿司、そしてあのコンビニいくつかあるんですけど、お雑煮的なもの置いてないかなと思っていろいろ探したんですけど、なくてこれにしました。梅と蒸し鶏のあったかそうめん、こちらをいただきたいと思います。今年のお雑煮、いよいよ明日からリハーサルが再開されます。あとは無事に初日を迎えて幕が開いて、しっかりと31日まで完走できるように体調を整えながらという毎日になっていくと思います。引き続きしっかり頑張っていきたいと思います。おはようございます。1月2日、今日から劇場でのリハーサルが再開されます。本番に向かって頑張りたいと思います。行ってきます。新年一発目のリハーサルが終了しました。今日が一番長丁場だったんじゃないかなと思いますが、明日お芝居の通し稽古を経て、明後日いよいよ初日ということで、気を抜くことなくしっかり頑張っていこうと思いますが、明日までずっとお世話になっているお弁当屋さんが休みということで、またデパ地下に行ってきました。何を買ったかというと、じゃん、ちらし寿司上。やっとお正月っぽい感じになってきました。さらに隣にあった半額商品、じゃん、握り盛り合わせ金10貫。なんでこれ2つでお弁当一つ分ぐらいの金額でした。明日は本番前最後のリハーサルとなりますので、しっかり頑張っていきたいと思います。お疲れ様でした。おはようございます。1月3日になりました。今日最後のリハーサルということで、今11時なんですけど、明日の11時ちょうど24時間後に初日の幕が開くと、あっという間です。そのための今日最後の通し稽古、頑張っていきたいと思います。おはようございます。ついに初日がやってまいりました。今から1月31日まで連日本番が続きますので、体調に気をつけてしっかり頑張っていきたいと思います。とりあえず初日しっかり頑張ります。できます。初日終わりました。お疲れ様でした。12月8日から大阪に来て、あっという間でしたけども、しっかり初日の幕が開いたということで、あとは一日一日公演をしっかり頑張っていきたいなと思います。明日からまた初日の気持ちで一公演一公演頑張っていこうと思います。お疲れ様でした。おはようございます。公演2日目になりました。今日は初めての昼夜公演ということで、体力的にどれだけの負担がかかるかとか、まだ未知数なんですけども、しっかり頑張りたいと思います。今日は公演3日目になります。今日は一公演なんで、しっかり頑張っていきたいと思います。行ってきます。おはようございます。公演4日目です。本日1月7日43歳の誕生日を迎えました。ありがとうございます。はい、誕生日の日に舞台に立っているという目標が一つありまして、今日それが、叶いそうなので、また一個
前に進めたかなという思いで今日昼夜2公演しっかり、臨んでこようかなと思います。それでは行ってきます。今日昼夜の2公演終わって、ホテルに戻ってきたんですけど、改めて誕生日の感じをやろうかなと思います。はい、プレゼントが届きました。じゃん、アディダスのポーチ。これ、ね、今ちょっと舞台で役に立つそうなんです。ありがとうございます。そしてこちら、じゃん、これもねちょっとね今回役に立つんです、いろいろ。ありがとうございます。いただきました。明日からの公演もしっかり頑張っていきたいと思います。おはようございます。1月8日です。もう何日目かも分かりません。5日目か。今日も、昼夜の2ステージです。頑張りたいと思います。おはようございます。公演6日目です。今日はお昼だけ、そして明日は休演日ということで、最初の1週間が終わるという最終日です。今週最後の1日頑張っていきたいと思います。行ってきます。6日目が終わりました。本番始まってから明日が初めての休演日となります。2022年初めての紹介になるかな。はい、いつものお弁当、白ご飯、大盛り、肉じゃがで、近くのね、美味しいコロッケ屋さんで、なんか一番人気のコロッケですね。一番人気のコロッケ、ハムカツと、なんかよく分からずにスコッチエッグ大っていうの頼んだんですけど、すごっ、こんなごっついの来ました。部屋にいるときは食べることしかないので、完全に福岡帰って食事制限再開が決定しておりますんで、とにかく栄養をつけて体調だけ崩さないようにという方向でいきたいと思っています。いただきます。まあそんな感じで1週間やってきたわけですが、もう12月からとにかく未知の世界に、足を踏み入れたような感じで臨んで、来ました。で、まあ、無事本番を迎えて、またそれはそれでね、初めてのことだらけで、わからないことだらけなんですけど、もちろん最初はね、勝手がわからないんで、あ、そういう風にやるんだみたいな形で探っていくしかないんですけど、明日月曜日の休演日は、まあこの動画の編集ぐらいしかやることはないんですけど、体がね、まだまだ長丁場なので、体が疲れないようにしっかり休みたいと思います。今週はここまでです。國武明でした。ありがとうございました。